1月18日火曜日12時32分0秒、掲示板に投稿しているスカトロ好きなやつと何人かリアルにやってプレイを楽しんだが、体に少し塗り合うだけとかのプレイがほとんどやった。ホテルの風呂で3人でやりまくりたい。以前年配のじいさん2人とワイの3人でクソ遊びした時は、じいさんが風呂場にシートを張ってから互いにチンポを舐め合いながら感情を入れて、そのまましばらくチンポ舐めてからいきなりクソが目の前に出てきた。それから出たクソをすくい上げて相手の頭や顔に塗り合う。わしの口にはクソまみれのチンポが突っ込まれ、めちゃくちゃにやられた。ショベもかけてからだけよ、何時間も体にクソをまみれさせて、とても興奮した。165、90、57、土方親父。